国民議会とは、オーストリア共和国の第二機関。国民議会は任政である、同国議会の第一院員に相当し、連邦各州の州議会で選ばれた議員によって構成される連邦議会とは互いに独立して設置されており、連邦全体に関わる特別な案件については、両院が連邦会議を合同で開く。1900年頃の議事堂。 第一次世界大戦が終結して間もなく、旧オーストリア帝国が解体されていく中で1900、その後、同月30日に、暫定議会の議員は自分たちの中から、行政執行機関として、ドイツ・オーストリア国家評議会を選出し、議長にはカール・ザイツ、首相にカール・レンナーがそれぞれ付き、同機関は新国家発の政権を担うこととなった。また11月12日には、 ハプスブルクロートリンゲン家最後の皇帝カール一世が国事不関予宣言を前日に発出したことを受けて暫定国民会議はドイツ・オーストリアの国家並びに政府の形態に関する法律を制定したその第一条にはドイツ・オーストリアは民主的な共和国であるすべての公権力は国民のために行使されるとうえ、第二条ではドイツ・オーストリアは ドイツ共和国を構成する一国である。という書き出しで始められている。またアメリカ合衆国大統領、ウッドロー・ウィルソンが唱えた民族自決原則については、米面メ連、メーレン、シュレージエン、南ティロルからも議員が参加したが、ドイツ・オーストリア政府はそれらの地域のドイツ語圏に関する対応に苦慮した。1919年2月16日に、 憲法制定国民会議選挙が実施されるが、実際に議会が開かれたのは、サンジェルマン条約で領土が確定された後の同年秋のことであった。この選挙は、オーストリア史上初の領土内に居住するすべての成人国民による投票が実現した。この選挙で選出された議員は、憲法制定国民会議で1920年施行のオーストリア連邦憲法について、 協議を開始した。カール・レンナー政権がその内容の決定に関与することができなかったサンジェルマン条約は、オーストリアでは平和条約として受け止められて、批准されたが、1919年10月21日、またドイツ・オーストリアという国語もサンジェルマン条約の規定により、ドイツとの合法が不可能となったことから変更が迫られ、オーストリア共和国と改められた。 その後オーストリアは1921年にハンガリー王国から同国西部のドイツ語圏であるブルゲンラントを活用された。1920年に国民会議は国民議会と改められ、第一共和世紀においてすでに現在と同じく100、第一共和世紀において国民議会は保守派の政権と1920年以降上げやしていた。 社会民主労働党との激しい対立の場となった。ところが1929年に保守派が求めてきた連邦大統領の権限強化を盛り込んだ連邦憲法の改正が決定する。この時、社会民主労働党との間で連邦大統領がこの改正で新設された権限を行使する際には連邦政府の定義を要するということで妥協され、この原則は現在でも継承されている。 1933年3月4日、カール・レンナー、ルドルフ・ラメク、ゼップ・シュトラー・フナーの国民議会の3人の議長が相次いで辞任するという連邦憲法やその他の規定でも想定していない事態が起こり、これに目をつけた当時の連邦首相、エンゲルベルト・ドルフースは議会の機能を停止させ、また警察機構を利用して議会の活動再開を阻んだ。またドルフースは 連邦憲法上の権限を用いて第一次世界、大戦終結後も、効力を有していた1917年の戦時、経済受験法を乱用し、左翼勢力及び隣国ドイツのナチスに抗応する、大ドイツ主義勢力の弾圧に踏み切った。さらに1934年2月に起こった、 社会民主党系の準軍事組織とキリスト教社会党系の準軍事組織や警察などとの間で起きた大規模な武力衝突をきっかけに社会民主党や労働組合を解散させ、1934年5月1日から独裁体制に転換させた。その後4年間議会は停止され、キリスト教社会党から組織された祖国戦線がオーストリアを支配し、 1938年3月12日のナチスドイツとのアンシュルスまでこの体制が続いた。このナチス時代の間、議事堂はガウハウスと呼ばれた。1945年11月25日には1930年以来行われてこなかった国民議会選挙が実施され、1971年には議席数が183に戻った。 1995年1月1日にオーストリアが欧州連合に加盟してからは国民議会は国内での最高位の立法機関ではなくなった。2007年には選挙法が改正されて2008年に行われた第24回国民議会総選挙以降に選出された議員の任期は5年となった。またこの改正では選挙権を有するようになる年齢が 従来の18歳以上としていたものを16歳以上に引き下げられた。国民議会における連邦法の制定には、全議員の3分の1以上が出席して、その過半数の賛成を得ることを要する。同様に、国民議会自身の解散並びに、連邦政府及び個別の閣僚の不信任を決議することができる。連邦議会で否決された案件を国民議会で再可決するときは、 全議員の半数以上が出席して、その過半数が賛成することが求められる。連邦憲法の修正に関する法律の制定には、全議員の半数以上の出席の上で、その3分の2以上の賛成が必要となる。法案の提出は、国民議会の議員及び委員会、連邦政府、連邦議会が行うことができ、また国民も、請願という形態で法案を提出できる。 ただ実際には、ほとんどの法案は、連邦政府から提出されている。国民議会は、連邦政府に対して、同意や承認といった行為を行い、また憲法裁判所の判事の任命にあたっては、協力し、会計検査院長官を選出する。国民議会は、法律面において、法令違反や刑事法上の犯罪行為によって、連邦首相や閣僚を訴追することができる。 また政治面では、連邦政府の行政行為に関する質疑や、調査委員会の設置、不信任決議を採択を行うことができる。財政面では、連邦政府の財政に関する法令や、連邦政府から提出された、決算報告書の決議を行う。第1議長バルバラ・プラマー国民議会の定数は183である。選挙直後に招集される。 国民議会ではまず正議長である第一議長とその代行を務める第二議長と第三議長を選出する。国民議会は議長選出にあたって政治会派の勢力に拘束されるものではないが1920年以降の慣例として第一議長は最大会派から選出することになっている。第一議長には2006年10月から社会民主党のバーバラ・プラマーが 第2議長には2008年12月から国民党のフリッツ・ノイゲバウアーが、第3議長には2008年10月から自由党のマルティングラーフがそれぞれついている。民主主義国の多くで見られるように、オーストリアにおいても議員には以下のような不逮捕特権が与えられている。議員各人は憲法により国民から付託された権限を自由に行使することができ、またいかなる命令も受けることはない。 また議員として採択の際の投票や発言について差し図を受けることはない。緊迫した状況においては各政党が緊密な投票行動を実施する努力が求められるが政党が議員に対して4年で辞めるよう圧力をかけることは違法であるとみなされている。また心理的抑圧や次の選挙で比例代表名簿に記載しないといった見方を示すということも 同様に違法性を持つと考えられている。そのため議会各会派は所属する議員が自らの両親に従って採決に欠席したとしてもそれを受容しなければならない。国民議会において議会会派は任期ごとに委員会の委員を出し、同議の議論や本会議での決議を用意する。委員会には憲法の規定で必ず設置しなければならないものに加えて、 必要に応じて設置することができるものもある。2006年までの第22期目の国民議会の委員会は36個設置されていた。その中には以下のようなものがあった。2019年9月29日の国民議会選挙後の政党別議席数の状況は次のようになっている。以下の表は1945年以降の国民議会選挙の結果である。左の数値は 得票率で右が配分議席数である。ありがとうございます。